皆さんこんにちは、エロダです。今回はノックアウトで試合を考えるをやっていきたいと思います。勝ちマッチをしている時にいかに試合をうまくこなすかっていうのを考えるのは非常に大事ですよね。特にノックアウトを狙うとなると必要なことかと思います。なんですが、面白いのは脳死でプレイするのも楽しいので、こういった感覚でプレイするとノックアウトができるっていうこともあるんですよね。これはシンプルに考えたりとかっていうのがあるので、そういったプレースタイルが刺さった時にはいい方法かなと思います。こんな感じでプレーをする際にシンプルにやることを考えた方が良かったりするので、ノックアウトを狙う試合をやろうと思うと後者の方が良かったりもするんですよね。ある意味ノックアウトにつながる行動をしてるからっていうのがあります。ということで、今回は試合をする上でノックアウトを軸に考えると試合が考えやすいよという話をしていきたいと思います。それでは実際にプレイした動画を流しながら解説をしていきたいと思いますので、最後まで楽しんでもらえればと思います。それでは試合を見ながら話をしていきたいと思います。ノックアウト基準で考えると動きが固めやすいっていうのが一つ目の理由となります。試合をねちょっと振り返ってもらうといいかなと思うんですけど、皆さん5分間フルで戦うってなかなか大変じゃないですか。人間の集中力って数十秒とか言われたりもしますし、どれぐらいの集中力の仕方次第なのかなというのもあるんですが、やっぱ継続して5分間集中し続けるってのはかなり難しいのかなと思います。ってなった時に、そのノックアウトを基準で考えると何を今するべきなのか、キル優先した方がいいよねとか、ルール勧誘した方がいいよねとか、そのさじ加減っていうのが見やすくなります。結構強気になったりとかね、そういったところですね。で、先ほど集中力で話をちょっとしたんですけど、時間が長くなればなるほどミスの回数っていうのは自然と増えます。どうやっても5分間ノーミスで試合できるってなってた場合、もうそれってもう勝ちますからね、試合にね。で、スプラトカのゲームで面白いのは、その5分間の中でたまたまミスした1ミスがそのカウントに大きく影響を与えるわけです。その1ミスで致命傷になったりするわけですよね、試合自体がね。そういうのを考えた時にいかにミスを減らすかっていうことを考えると、単純にノックアウトをした方がミスをする機会を減らせるので、ノックアウト基準で考える方が動きとしては固めやすいし、やるべきことも固めやすいし、ミスがそもそも出ないしみたいなことに、なってきます。結構ね、上手い人とやった時に思うんですけど、結構ノックアウト狙うよ、だいぶノックアウト狙ってるんで、その考え方とかはすごく大事だなと思います。ではノックアウトを狙うこと、そういった考え方を持ちましょうという基準にした時に何が良くなるのかっていうのも続いて話していきたいと思います。続いては判断がしやすくなるという点です。で、これに関してはシンプルな答えを持っている方が考え方が楽になるんですよね。例えばノックアウトを狙うんだったらカウントを大量に取る必要があるってなると、じゃあカウントを大量に取るんだったらキルした方がいいよね、じゃあキル取りましょうみたいな感じです。だから前衛ゴリゴリマンがいたい勝てるのってこれなんだよね。シンプルに敵倒してカウントをがっつり入れる時間を作ってしまえば試合楽だよねっていう考え方です。こんな感じでシンプルになるんで試合展開の判断がしやすくなるというわけです。やることがなかったらカウント進めるよ、そんな感じです。なのでシンプルな答えを持ってた方が行動の制限というか考えることはとても楽になります。で、ノックアウトを基準にするのが一番そのシンプルな考えとしては楽なんですよね。ここは守らないといけないからアサリを持たないといけないとか、持ったらダメだとか、いやこれ以上前に出れないんだよなとか、ややこしく考える方が難しいですよね。今みたいなカウントが中途半端の時に守らないといけない、じゃあどこを固めるかって考えるとやることが多くなってくるんで、より困りやすくなります。そういったことを考えるとシンプルにノックアウトだけをひたすら狙ってガンガン攻めていったりとか、自分ができるルール範囲を考えた方が楽なんじゃないかっていうわけですね。結構ね、ノックアウトを考えるとねシンプルになってくるんで楽です。防衛しようとか、あいつ止めないとこいつ止めないとやっぱ難しいですね、考えるとね。なので、判断がしやすくなるっていうのがあります。じゃあそうですね、判断がしやすくなる、じゃあなんで逆にダメなのかっていうところも話していきたいと思います。その理由としては中途半端な動きが減るっていうことが要因です。
まあ、待ちの時間っていうのを減らせるんですよね。中途半端になりやすいのって、こう考えてる時間が長くなるっていうのが一つあります。考える時間ってその場でどういうふうに対応しようかなっていうので、ちょっと待ちの姿勢になるんですよね。攻めもしないし、その場で均衡状態保とうとするので、攻撃も中途半端になります。倒しきらなかったりとか、前に出づらかったりとかですね。なので、そういったちょっと微妙な時間を減らしてミスにつながらないようにするというのが大事です。これノックアウトする気満々でいるんで、結構ガンガン前に出てるんですよね。で、味方がスペシャル使ったらスカートで行くみたいな、もうノックアウトする気しかないので、ああいう風に攻めに行ってます。で、味方も前に行くんで、これも決まりましたね。じゃあ次の試合見ながら、その中途半端な動きが出てきてるところとか、話していきたいなと思います。はい、じゃあ2試合目も始まりましたので、ちょっとこちらの方もね、状況を見ながら話していきたいと思います。で、待ち時間が減らせる話っていうところなんですけど、まあ単純にノックアウト目指してガンガン攻めていったりとか、していれば、中途の半端な守りとかそういうものが減るので、ミスが減らせるよっていう話ですね。で、中途半端な動きが減る方法としてまた他にもあるんですけど、前に出るのをためらったりしなくなるっていうことです。なんか防衛を長引かせて試合勝とうみたいな、まあよくタッカーの試合とか見てると、なんかずっと防衛だけしてるよね、全然パスしないよねっていう、攻めないよなって試合があると思うんですが、それと同じです。単純に前に出るってことでしなくなるので、守りも半端になってくるんですよね。で、守りが半端になるっていうか、前に出ることも躊躇してるっていうことは、中央のエリアとかワンミスで取られた場合、試合が一気に動きます。そういうのがめちゃくちゃしんどいです。そういう自分からミスを作るきっかけというか、こう中だるみの時間を作ってしまうので、前に出るタイミングもないし、敵がスペシャルを作ったのが溜めたりとかするできる時間が増えるんですよね。そういった意味では、なんか中途半端な動きが増えて敵に打開のチャンスを与えるということになったりします。まあ、本当ね、前に出ないっていうところでこんだけデメリットがあったりするんで、攻めを続けるっていう気持ちとか、試合展開というのはすごく大事だったりしますね。で、中途半端な動きが減るところのもう一つとしては、ルール関与のタイミングが見えてきます。中途半端に試合が進む時の一番の原因って、ルール関与の仕方が雑だったりするんですよね。まあガチホコだったら、ホコを持つタイミングがすごく遅いとか、あとはヤグラだったらヤグラに乗らないとか、ガチアサリだったらアサリを全く集めないとか、いろいろあります。まあこんな感じでルール関与のタイミングがすごく中途半端になります。でも、もうシュートをガンガン攻めたいなとか決めて、ノックアウト目指したいなっていう時って、そういう半端な考え方ってないんですよね。維持しようとかないので、これをカウント、例えばエリアだったら、カウントをがっちり進めるために、相手倒して前を抑え込んで、抑え続けようみたいな感じで前に出たりします。で、それでルール関与もできますし、ここだったら自分で運ぼうとかね、長引かせようとか、こう安泰な考えをしてると、そういった動きが中途半端になるので、実はこの中途半端な動きを減らせる方法としては、ノックアウトを目指した方が良かったりもするわけですね。まあ残り10秒とかだったらちょっとね考えますが、まあ、残り1分とかもあってちょっとどうしようかなとか、中途半端な動きするぐらいだったらノックアウトを目指した方がより安全になるかなと思います。まあそういった意味もあってですね、このノックアウトを目指すのが大事になります。じゃあ試合の方もね、まだちょっと時間ありますので、ここからノックアウトするまでどんな感じで、まあ、ノックアウトを目指してどうやって動くのかっていうのを話していきたいと思います。基本的に相手の攻撃がね、後衛寄りなので、中央をしっかり取り続けて少しでもキープできるように維持してます。ただ安泰な考えで中央を取ってたので攻め切られましたよね。こういったことが起きます。この場合は敵陣まで乗って、ちゃんと攻め切るのが大事でしたね。味方も前出てたからちょっと出れないのもったいなかったね。ここから打開をしていくわけですが、まあ、ここから切り替えないといけないんで、ノックアウトするつもりでガンガン前に出ていく必要があります。で、まずは、X を押さえないといけないんで、頑張ってますね。で、ポイズン置いて、左側来てたんで、左側押さえをしてます。結構ね、もうエリアを取る感じに考えてるんで、なかなかなんですけど、やっぱ敵が一人詰めてくると難しいよね。これはもう味方が選ぶ。
結構わかるでしょ。こうやって見ると自分でもやっぱ思うけど、半端な動きとかノックアウトするための動きがちょっと足りないと、前に出るタイミングもちょっと遅いなと思うし、味方との攻撃も合わさってないし、でポジションを取り行かない。でここでやっと踏ん切りついて出るんだよね。まあでもそれはカウントが残りもう10切ってたから前に出たっていう判断だけで、もっと早く判断すればよかったのかなと思います。なんか今見てもらうと中途半端な動きだなっていうのも分かって、そのノックアウトを目指す意味合いというかのがいうのが伝わるといいんじゃないかなと思います。はい、ということで今回ここまでとなります。まあ、今回の動画がね、役に立ったとか面白かったっていう方がいればチャンネル登録の方ぜひお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。